しゅうかぜです。はい、どうも皆さんこんにちは、かぜです。いつもね動画で次回予告まで出してるんですけど、今日ちょっと次回予告とは別の動画になってて、まあ今ちょっと緊急で動画撮ってるんですけど、かぜライフありがたいことに29万人突破しました。おめでとう。ありがとう、実家。おー、ありがとう。おめでとう。あとまだまだだけどね。すごいよ。いや。そしてですね、まあここ29万人まで行ったのは本当に皆さんのおかげでございます。本当にありがとうございます。まずここでありがとうございます。そしてですね、まあ残りあと1万人で、まあ、やっと30万ということで、すごいね。30万は、すごい。客観的に見て30万人はやばいね。俺の地元の人口の数より多いもん。青森、まあ、八戸。そしてですね、まあ今自分はここね、オーストラリアで今この動画緊急で撮ってるんですけど、オーストラリア編も無事始まりました。入国も最悪でした。でもあの実家と出会って、韓国人の友人と出会ったり、まだ動画にね出てない分、ここまででいっぱい動画撮ってるんですけど、めちゃくちゃおもろいっす。早く見せんのがもう待ちきれんぐらい。マジでだからですね、もう本当に楽しんでもらいたいんですけど、まあ残りあと1万人で30万人の登録者数になるんですけども、1万人増やすっていうのは正直僕実際に YouTube 一人やってみてマジでむずいです。1万っていうたった1だけど、1万増やすのにもうめちゃくちゃいろんなことを考えて、もういろんなことに負けそうになりながらも頑張んなきゃいけないものなんだなっていうのをね、ここまでやってきて分かったんですけど、かぜライフですね、ここまでやってきて、やっとチャンネル登録者、めちゃくちゃペースも遅いかもしれんし、逆に早いかもしれん。ちょっともうどっちかもわからんけど、今みんなにちょっと伝えたいんですけど、かぜライフはチャンネル登録30万人を今年中に突破したい。もう20をもうギョロ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 したくない。もう大変だったよ20、本当に。でもやっと残り1万人まで来ました。これはねもう本当にみんなのおかげでございます。最近ねカンボジア編始まる前ぐらいかな、ファンと会議っていう動画出したんですけど、その時はね全然やばかった、いろいろ状況が大変だった、いろいろもう大変だったで、うわーって感じだった。でもでそっからねカンボジア編、いろんな方が見てくれて自分的に盛り上がって、そしてねオーストラリア編ぐるっともう環境変わる中でもみんながついてきてくれて、今のところかぜライフ順調に順調にいってるんですけども、30万人まではもうちょっとね、まあ自分が負けたらもう終わりだし、プラスもっとグイッていかないとね、やっぱ今年中に30万人っていうのはいけないと思うんで、かぜライフをね、応援してくれてる皆さん、今日はもうほんと TikTok 載せてくださいとかそういう話じゃなくて、シンプルに応援をお願いしますと。もうあの TikTok 載せてとか、まああと口コミで言ってとか、まああるかもしれんけど、そういう方法もそういう方法もあるかもしれんけど、もうシンプルに応援お願いします。本当に俺もう頑張る、30万人まで。そして30万人超えてからもう突っ走る。だからそれまでね、残りあと1万人になったから、まあ、30万人を突破する前に皆さんに今伝えたいと思ってこの動画を撮りました。そして30万人ね突破したら、まあここのまでのいろいろなこととか、30万人突破してから伝えたいことを伝えようかなと思うので、今日の動画はこういう感じなんですけど、シンプルに、今日の動画ですね、まあ、一応今オーストラリアで撮った動画なんですけども、はい、こんなバーンとね。あれシドニーたわ。はい、でいつも通りね、こう海外の人とか海外の雰囲気を見せる動画じゃなくて、ちょっと申し訳ないですけど、かぜライフはね、まあ1本目から言ってる通り、もちろん海外系 YouTuber として海外の魅力をみんなにね伝えたいっていうのと同時に、正味海外だけがね全てじゃないと思うんですよ。いろんな道に正解があるし、いろんな道が素晴らしいし、でもその中でね、やっぱ一歩踏み出すとか、人生楽しむっていうのはね、どんな道でも、必要なことだと思うから、今日はね、海外とかじゃなくて、30万っていう目標に、俺はもう行くぞっていうのをね、一歩踏み出すぞっていうのをね、皆さんに伝えたいなと、そういう意味を込めて、今日はこの動画を撮らさせていただきました。ということでですね、30万まで残り1万人に来て、今年中に、かぜライフは30万人に行きたい。それを踏まえて皆さんに、もう一度応援をお願いしますっていうのを伝えたい、そういう動画だったんですけども、別に話すことはもうないけど、どうしようか、実家もう伝えたいと思ったことは全て伝えたけど、でも俺がもう泣きそうになったもん。え、カズへの熱い思いが俺の胸にグサグサ刺さりすぎて。
まあ、カズエがだってチャンネル登録、うん、YouTube 始めた時点からさ、うん、俺見てるわけだからさ、それでここまで上がってきたのも本当に俺からしても感慨深いし、ずっとそういう涙そのお涙ちょうだいみたいなのはさ、でもやばい、俺本当に泣きそうだね。まだね、お涙ちょうだいみたいなのも今だよね。本当に泣いてる。でも本当に泣いてるよね。ねえねえ、なんか本当に泣いてない？やばい。ねえ、リュウカ泣いてる。いや本当だって、カズエがゼロから始めた時から見てたからさ、うん、そう、まあそれはシンプルに友達としても応援してたし、うん、一視聴者としても応援してたから。ジーカえ、いや、ほんと頑張ってほしいし。待って泣いてる。最近ダメだって、マジで涙もろいから。もうめちゃくちゃ泣いてるやん。まあ、ということですね、うん、ちゃんと拭いた涙、うん、大丈夫。まあ、まさかね、今日はこんなお涙ちょうだいみたいな動画を出すつもり全くなかったけど、お涙勝手にもらっちゃったね。勝手に俺が泣いてるだけ。まあまあ、とりあえずね、本気で頑張るから、カズエ本気で頑張って、今年中に30万いくんで、ぜひ本当に応援の方お願いします。そしてオーストラリア編めちゃくちゃ自信あります。もう言ったけど、もうジッカとね、いろいろ話したりとか、もうめちゃくちゃ遊んだりとか、いろんな人と出会ったりとかね、最高だから、まだオーストラリア編見てない人はオーストラリア編、見てみてください。そんでこれからね、上がるオーストラリア編もめちゃくちゃ自信あるので、これも見て、人生を楽しむきっかけにしてください。それでは残り1万30万人まで今年中にカズライフ頑張ります。それでは皆さん、いつも応援ありがとうございます。ということで、今日の動画はこの辺で、おやすみよでも涙伝えてやばいわ、マジで。ゆうか、どうした？いいやつやな。